皆さんこんにちは、ジョンリです。この度震災で、被災された皆様、心からお見舞い申し上げます。今回いろんなことに気づかされた、ね、震災だったんですが、本当にいろんなところで誰かを守ろうとしている人、自分の愛する人がどこにいるのか分かんなかったり、いろいろ悲しいこともありながら、今すごい日本が心を寄せ合っていて、とても温かい国になっていると思います。なので、これからみんなでもっともっと強くなっていって、私は自分のできることなので、また時が来ればたくさん音楽を皆さんに伝えていきたいと思っているので、一緒に手を取り合って頑張りましょう。これからも皆さんの安心と安全を心からお祈りしています。ジョンリでした。